あーこれも情熱的でいいし、シュッとしておしゃれやからこれもいいな。あーダメ、選べない、悩む。不純ですよ。もうそんなマッチングアプリで彼氏をこう漁ってるというのは違いますよ。私はお家に飾る絵を選んでるの。ほら、絵ですか。絵です。今の時代はこんな素敵な絵をお手頃価格でサブスクとして月に借りられるっていいよね。ああ、知ってる。ちょっと変わったカルチャーでしょ。あのなんかオタクの人たちなんかがなんかよく好きな。それはおそらくサブカルです。私が言うてるのはサーブスク、サブカルじゃなくてサーブスーク。暖房つけます。はい、いや言うてない。マスターのギャグが寒いなんか私言うてないです。南さん相変わらずですね。さっき散髪して寒いって言ってましたけど頭がいやでもね、サブカルか、サブカルっていうのはすごいですけどね。そうですよね、うん、意外にいろんなことしてるんですよ、ね。はい、まあ、でも野村さんね、こう絵探すのはいいんですけど、まあ、行くお店変えるとかね、ちょっとその辺探した方がいいと思います。そうですね、うん、あのカフェのサブスクあったらいいですね。わー、ね、1ヶ月3000円でいろんなもの、まあ、定額コースだったらコーヒー飲み放題とか、ね、そっか、1ヶ月3000円だったらいいですね、はい、うん、ぜひマスターのカフェでも導入してみてはいかがでしょうか。おすすめしますでも絵をレンタルして自宅に飾るっていういいですね。私絵好きだからすっごく興味あります。あ、確かにいいと思います。ただね、絵画をご自宅で飾るって、まあ、私行っていいなって思いますけれども、はい、じゃあ日本ではまだそういう文化発想ってまだ一般的じゃないじゃないですか。多分これからなんでしょうね。そうですね。ということで今回のビズラボは現在およそ8000人の会員が利用している定額制絵画レンタルサービス、新しいサブスクとして注目されている株式会社カシエご紹介します。さあそしてビズロムは、はい、働き方改革の一環で、そしてコロナ禍で導入企業が今増えている営業活動の手法、インサイドセールスについて解説します。はい、知ってそうで答えられないです。そうなんですよね。一言で何だろうって分かんない言葉なんですよね。そうですよね、はい、それ解説しましょう、はい、滋賀経済の今を伝える滋賀経済ナウ、今週もたっぷりとお楽しみください。滋賀県内のさまざまな企業にフォーカスするビズラボです。今回ご紹介するのは京都市にあります株式会社カシエです。アートのサブスクという事業を通して作品を提供してくれる画家アーティストの支援、そして何よりアートを気軽に楽しむという新しい価値を生み出しました。京都市下京区、京都らしい路地の一角に株式会社カシエがあります。従業員は35名、代表を務める藤本さんが2017年に創業しました。カシエはまあ、本当にその会社名がカシエなんですけど、絵を貸すっていう事業をやってて、単に貸し出すだけじゃないんですけどね、サブスクリプションっていう定額制のレンタルサービス、我々のビジネスモデルはアーティストさんから大事な作品、現物をですね、お預かりさせていただいて、そのお預かりした作品を我々がその撮影させてもらったりとか、作品の詳細のコメントとかをウェブサイト上に掲載して、で、まあ、もちろんアーティストのプロフィールもそうですけど、でアーティストさんの人となりとか作品に込めた思いとかっていうのをできるだけオンライン上で表現する。で今預かりの作品点数は1万4000点ぐらいになってるんですけど、その1万4000作品の中からユーザーさんがご自身の目で検索をしていただいて飾ってみたいと思う作品をオーダーいただくって感じですね。でその作品が現物がお家に届いて、で飾っていただくと、で好きなタイミングで交換ができたりとか、サブスクリプションならではのなんか面白さっていうのがたくさんカシエには詰まってますね。料金は絵画の大きさによって3つのコースに分かれ、1点借りるごとに月額2200円から利用できます。カシエではアーティストから預かったすべての作品をオフィスの温度管理された部屋で大切に保管、レンタルの注文が入るとスタッフが専用の箱に作品を梱包し
ユーザーのもとへ発送します。カシエのサービスを利用しているユーザーはどんなところを楽しんでいるのでしょうか。実際やっぱりスマホで見たりとかしているので、絵の質感とかって全然わからなかったので、どんなのが届くんだろうっていうことでちょっとドキドキしながら開けたんですけれども、本当に原画なので、初めて驚いたのがやっぱりその油絵だったかな、匂い、絵の香りと立体感とで、すごくちょっと感動した覚えがあります。家族の中でこれすごいねって言って、自分のお家、ね、なかなかあの模様替えするとか大変なんですけれども、それがお家の感じがカラッと変わったりとか、すごく明るくなったりとか、絵一つだけでこんなに部屋の感じが変わるんだなっていうのを実感してます。アーティストから預かった一点物の作品を定額制でレンタルするという画期的なサービスで起業した藤本さん。その原点ともいえる絵がオフィスの一角に飾られていました。僕の親父が40年ぐらい前に描いた作品ですね。僕自身は美術とか芸術に関係するキャリアが一切なくて、そんな僕がこの事業ドメインを選択しているのが、僕と実の父親の一緒に暮らしたその物語に全部が詰まってて、まさに僕の親父が画家をやっててですね、ただそのやっぱり創作活動だけで、それだけで生計を立てていくっていうことがなかなかやっぱり簡単ではなかった。作品を作るっていう能力がスペシャルにあったとしても、自分の作品をこう販売とか流通させるっていうこの技術や能力はまた別物なんだろうなっていうのはすごくあって、で親父がちょうど34歳、本人が34歳になった時に腎臓と心臓を悪くしちゃって、病院で僕の手を握りながら心肺停止していっちゃったんですよね。でその時になんかこうバトンを受け継がないといけないのかもしれないって思ったんですよ、その時に。でも当時小学生やったんで、アートのサブスクの会社作るなんてことはもちろんたどり着いてないんですけど、親父と同じように作品流通っていう機会にまだ恵まれてないアーティストのために新しい流通エンジンを作りたいっていうのが当時に漠然と思って、で、2017年ですね、僕が親父が亡くなった同じ年齢を迎える34歳ですね、2017年にこのカシエは実は誕生してるっていう、そういうよう なんか強いバトンの受け継ぎを自分で意識的にやってましたね。大学卒業後、総合商社やコンサルティング会社に勤めていた藤本さんですが、2017年、コンサルティング会社の後輩だった清水さんと共同で株式会社カシエを設立。当時の心境を清水さんに伺いました。このビジネス自体はなかなかこうハードル高いなというか、成立するんかなっていうぐらい結構チャレンジングな内容やなと思って、だからこそ面白そうだなと思ったし、そもそもその前職の時の付き合いの中ですごくこう人として面白いなとか、あと単純に仕事してて楽しかったんで、じゃあもっと面白いこと一緒にできるかなっていうワクワク感の方が強かったんですかね。現在ではおよそ8000人の会員が利用するカシエのサービス。しかし創業から順風満帆だったわけではありません。会社設立は簡単にできるんですよ。でその後サービスを作るためにまず作品がないと何もできないんですよね。で知り合いのアーティストなんかほとんどいなかったんで、アーティストさんがこうご自身で開催されている個展とかグループ展とかそういうようなものの情報を SNS で徘徊して探して、アートのサブスクリプションサービスカシエを始めようと思ってますっていうチラシを持って行って、で、つきましてはあなたの素晴らしい作品を預けていただきませんかと。でこれがねめちゃくちゃ暗慮したんですけど、全然ダメだよ。アーティストにとってやっぱご自身の作品って我が子のように大事な存在なんですね。でそんな大事な作品、現物をついこの間できたばっかの会社で資本金も100万円のこんな怪しい会社に預けれませんっていうのがやっぱり
多くのコメントとしてあって、やっぱサブスクリプションサービスってやっぱユーザー体験からするとこの作品もいいしこれもいいしこれも気になるしこれもこれもってなるから価値が生まれるんですよね。だからこそ、目標として1000作品集まってから、ユーザーさん向けのサービスのリリースっていうのをやろうと。でこの1000作品集めるっていうのが創業期の計画では半年やったんですけど丸2年かかっちゃって、これがでこの丸2年間絵画レンタル販売売上0円でずっと走ってたんで、もう銀行さんからの融資で生きてたみたいな。やばいすぎますよね。いや実際大変でしたね、めちゃくちゃ。僕もカード何枚止まったか分かんないですかね。そうで、もうどんどん止まってるから最後もうスイカで生きていくしかないと思って、最後のカードが止まる前にそのカードで全額いけるとこまでスイカチャージしたろうと思ってチャージしたんですよ。スイカの上限金額知ってます？2万円なんですよ。無理無理です、それ生活無理なんです。もうですね、そういう風な、なんかよくわからない錬金術をしようとするぐらい結構シビアな環境だったんですね。創業当初は未知のジャンルであったため周囲の理解をなかなか得られず前途多難な船出に。しかしあるアーティストのアドバイスが危機的状況を脱する大きなきっかけとなりました。作品がお預かり増えなくてすごい苦労してるタイミングで男性のアーティストさんがいて、作品持って来てくれたんですよね。でそのアーティストさんがいろいろお話しする中で、そもそもなんでこんなことやろうとしたのって僕に聞いてくれて、日本のアート産業の底上げをするためにサブスクリプションという選択は多分正解やという話とかをいろいろしてたんですけど、もっと根っこのところを聞かれちゃったんですよね。でその時に初めて僕と親父の話をしたんですよ。でそしたら今聞いたその話一言一句残さず会社概要ページに書きなさいって言ってくれたんですね。あなたのその活動に協力するアーティストはきっと出てくるはずやとって言ってくれたんで、すごいずっとやりたくなかったんですけど親父との物語を会社概要に書いた。ここから一気になんか景色が変わりましたね。あのストーリーを表現する前とした後ではアーティストさんからの信用のされ方とか安心してもらえるその安心感とか全然こう肌感でも違うなって感じで、むしろ喋ってるとすごく向こうから本当にこの思いに共感してますっていうのをアーティストさんの方から言われたりして、作品をお預かりするアーティストさんに安心してもらってその量を増やしていくっていう目線で言うとめちゃくちゃこう良かった。現在ではおよそ1400人のアーティストから作品を預かっているカシエ。目指すのは多くのアーティストが創作活動を続けていける環境づくりです。まず大前提として僕らはそのアーティストさんからお金を取るっていうことは絶対にやらないっていうことを創業期から貫いてやってきてて、今もそれは継続されてて、でアーティストさんはその作品現物を我々にお預けいただくんですけど、お預けに関して保管料とか管理料金とかはもちろんかからないですね。ただお預かりしてるだけの状態ではアーティストさんには報酬っていうのが発生しなくて、でお預かりした作品がウェブサービス上に掲載されて、でそれがユーザーから選ばれて、見事ここからお出かけをするってなった時に初めて、サブスクリプションの報酬っていうのがアーティストに付与される。プランの利用料金の 35% が飾られ続けてる限りずっとアーティストさんにストックされてる感じですね。普通の会社の経営者って売上高とか利益額とか見るんですけど、僕が一番コミットしてる数字がアーティスト報酬総額なんですよね。一体今月おいくらアーティストに支払うことができたのかっていう、ここがねやっぱね数十億とか数百億っていう単位になるのがもう楽しみでしょうがないですね。こちらは4年前からカシエに作品を預けているアーティストの稲垣直樹さん。やっぱり体一つなんで、その自分が絵を描いてる時に同時に営業活動とかそういう自分のことを広告宣伝したりするっていうのはなかなか難しいんで、 SNS だってそのね、やっぱ自分で SNS のその文章を売ったり画像をこう選んだりとかっていうのも全部自分で
っぱやらないといけないっていうので手間も取られますし、そういう意味ではやっぱ自分が描いてる間にその間に柏絵さんがいろいろこう自分の作品をしてくれたり宣伝してくださったり、お客様とやり取りしてあの稲垣さんのこういう絵がありますよっておすすめしてくださったりっていうのが助かるなっていうのがすごいあります。やっぱり自分が知らない方に自分の絵を見てもらえて、実際にレンタルしたいって言っていただいて、で実際に購入につながったこともあるので、その方とはね、柏絵さんがなかったらこの世にもうで会えないご縁なんで、それはすごいこう新しいご縁を柏絵さんからもらえるっていうのはすごい自分にとって大きなことやなと。画材に使うお金であったりとか、もうそれこそアートのイベントに出る時の参加費とか出展料みたいなのもあるんで、そういうのに要はアートで得たお金をアートにまた使うみたいな感じでこう回ってるイメージはありますね、僕の中で。柏絵のサービスは経済界も注目。社会課題の解決やイノベーションにつながるニュービジネスの取り組みを表彰する滋賀銀野の花賞2022で最優秀賞を受賞。代表を務める藤本さんに今後の展望を伺いました。会社の規模というか、ユーザーさんとかアーティストさんの数がやっぱり増えてくると、それだけ作品の管理点数が増えるんですよね。でそうなると床面積の広さっていうのがどうしても流通走行には必要になってきて、今の3から4倍ぐらいの大きさの場所に変えようかなと。でその時にうち滋賀出身のメンバーもいますし、で僕自身も大学は京都の大学ではありましたけど、キャンバスが瀬田やったんで、ずっと滋賀にゆかりもありましたし、滋賀県に柏絵の美術館兼倉庫みたいなものを作りたいなって思ってて、イメージでいくと1階にこう作品が100点ぐらいこう展示されてて、でいつでも子どもたちや奥さんが仕事帰りに寄ったりとか無料でね見れるような場所を作って、これにしますって選べるやつ、気に入ったからこれ持って帰ります、でそこで借りたり返しに来たりみたいな、こういうようなアナログな物流が あるような箱を作ってみたいなと思いますね。亡くなった父の遺志を受け、表現者とともに未来の市場を切り開く株式会社柏絵は、新しい景色を描き続けていきます。その手がありましたか。絵は好きだけど高くて買えないから、これいいですね。いやもう本当にですね、素晴らしい発想だと思います、はい、定額制 の, あの絵画のレンタルサービス、まあ、いわゆるこれアートのサブスクっていう分野なんですけれども、アートを気軽に楽しむことができるっていうのは、これまたね、新しい価値観が生まれてるんですよね。そういうことを生み出した企業ではあります、うん、そしてアーティストの方にとってもすごいサービスでして、まず生み出した作品を流通する手立てがこうなかったところがその場になってるんですよね。で当然アーティストの作品が評価される場所ができました。でさらにですね、ご自身のアートがですね、創作活動の継続へとずっとこうつながっていく、そのサイクルを生み出した点で、もうビジネスを超えたですね、枠組みだと思います。すごいです。で、すごいと思ったのは、滋賀県に気に入った作品をその場で借りることができる美術館兼倉庫のようなものを作りたいというお話もありましたね。いや、すごいです。もう図書館じゃないですかね、だって、まあ、自由にこう選びに行って、で借りてきてまた返せるわけですよね。そして滋賀からですよ、それが日本のだからアートカルチャーを滋賀からこう発信するって、そこに今向かってるじゃないですか。ここにしかないってものを作ってますよね、ぜひ滋賀の子どもたちに足を運ぶ場所を作ってほしいなと思う、感性とか発想力を磨くのに欠かせないのがアートだと思うんですよね、ただ限られた学校教育の中で美術の時間を増やすってことなかなか難しいでしょうから、こうやって気軽に学校外で行けるところがあったらいいなと思いますし、その触れる場なんだ。そうなんですよね。滋賀からたくさんの画家が誕生するかもしれませんよ。これからますます注目です。以上、ビズラボでした。さてここからは及久保さんにさまざまな経済ワードを解説いただくビズログです。今回のテーマはこちらです。インサイドセールスです。はい、また英語っぽい文字ですね。出ましたね、横文字。はい、はい、これインサイドセールスが簡単に言いますと、電話ですとかメール、最近はもうオンライン会議ですね、ウェブ会議と言われる遠隔の手法を使ってお客さんとコミュニケーションを取りましょうねっていう営業活動を総称してインサイドセールスって言うんですよ、で、これ
日本語で言いますと、うん、内勤営業のことなんですよね、はいはい、そしてこのインサイドセールスを導入する企業はやっぱり先ほど最近ですと、うん、コロナ禍のまあ影響もありますし、あと働き方改革の一環ですよね、うん、で増えているってことなんです。なるほど、営業っていうと、はい、外勤外回りっていうイメージがもう我々の中では強いですけれども、はい、もう私もそうですね、はい、外回り世代ですけれども、ね、はい、このですね外回りのことをですね、このインサイドセールスではなくて、はい、フィールドセールスっていうんですよね。外回りいいじゃないですか、はい、そうなんです、外回りですよ、はい、そして日本語で言うと、まあ、外勤営業のことですよね、はい、従来型のフィールドセールスではなくて、うん、インサイドセールスを導入する企業が増えている、これはどうしてなんですか。はい、これもなぜならばやっぱりインサイドセールスにはメリットがあるからなんですよね、はいはい、なので導入しているということで、ちょっと具体的にこのようなものを見ていきたいんですね、うん、はい、どんなメリットがあるか、はい、まず営業活動の効率が上がります、うん、受注見込みの比較的低いお客さんにもアプローチができて経費も抑えられるってことなんですけども、はい、まず1点目ですね、移動時間が縮小するじゃないですか、うん、まあ、外回り行かないわけなんで、はい、すると1件あたりの商談に使える時間って当然増えますよね、うん、なるほど、じっくりと商談に当てることができる、はい、当然営業活動の効率につながっていきます、はい、でこれ2点目も1点目につながっていることなんですけども、うん、移動時間がないと次のアポイントメント約束はすぐ後に入れることも可能なんですよね、うん、はいはい、外回りでしたら次多分ね1時間ぐらい空けないとちょっと相手先さんに遅れるっていう可能性があったら入れられないじゃないですか。そうですね、はい、うん、多く入れられるから、はい、その分今までは優先的に A と B のお客さんだけでっていうところを、うん、A、B、C、D、E とたくさんのお客さん、これ、うん、受注見込みの低い方にもアプローチできるんですよ、はい、そして何よりもコストですね、うん、どうしても電話やまあウェブ会議もインフラを整えるコストってまあいるんですけれども、はい、やっぱり交通費かかるのに比べると安いと思いますし、はい、複数人で外回りで行きますよね通常。そうですね、まあ、倍以上かかってくるわけですから、このコストが浮くってのはいいですね。あ、そうですか、まあ、お話聞いてると、はい、じゃあすべての企業がインサイドセールスでいいんじゃないですか。そうなんですって言いたいところなんですけど、これだけ良かったら、そうね、いいことばっかりですもんね、はい、これ実は万能じゃないんですよ、はい、インサイドセールスっていうのは、うん、そこでこんなチャートをご覧いただきたいんですね、はい、はい、こちらまずね縦軸は価格の安い高いと並んでますよね、うん、そして横軸は説明が複雑から説明が優しいと並んでいます、はい、でこの中で、うん、インサイドセールスが向いている場所というのがあるんですね、うん、それはどこかというとこの右上の A のところなんですよ、はい、説明比較的いらないので、うん、簡単ですよと、でしかも価格も安いですよと、まあ、お客さんが十分に知っている商品などを扱っているビジネスはここに向いていると言われます、はい、例えばクラウドサービスですとか、それから例えばサブスクリプション、はい、サブスクですね、A、こういったのは、ね、A がまあ向いているということなんです、うん、で反対に今度価格が高くて複雑になってきますと、これ D ですね、これはインサイドセールス向いてない領域でして、うん、一生に一度二度ぐらいしか買わないような住宅、家、車、高額な買い物になりますと当然じゃあインターネットで探して、はい、家買うわってパッと買えませんよね。そんなお金持ち見たことないですよね、はい、やっぱりちゃんと説明聞いて、あ、そう、こういう家だったら買いたいなって思うことができて初めて買うもの、これインサイドセールスは向いてないということになります、うん、なるほどね、はい、そして中間のこの B と C のところはこれまたたくさんあるんでしょうけれども、はい、これはインサイドセールスとフィールドセールスの組み合わせによってうまくいくと言われているんですね、うん、なるほど、いろいろ組み合わせたらもう限りなく無限大に広がっていきそうですね。そうそうそう、そのための営業活動の手法になりますから、はい、どの組み合わせでうちの会社行くといいんだろうということを考えるきっかけにもなると思うんですね、うん、また多角的にいろんな方面で入れていったらいいんじゃないですか。はい、わかりました、いろんな可能性が広がります、注目です。以上ビズログでした。いかがでしたか。滋賀経済ナウビズラボではアートのサブスクで注目されている株式会社カシエの取り組み、そしてビズログでは導入する企業が増加している営業活動の手法インサイドセールスについてお伝えしましたね。はい、カシエさんはですね、はい、やはりお客さんにとってみると新しい価値観が生まれてきてるんですよね、はい、そこにはまあ将来性があります、はい、で一方アーティストの方にとっても、うん、作品は評価される場所っていうのがまあできた、はい、そして創作活動を継続することができたんですね、うん、その流通の場所市場を作ったのがすごいです。すごいですね。のぞみちゃんはどうですか。友達の家に行って、うん、
毎月絵が違うお家ってなんかすごい憧れるし、すごい素敵な人だなって思っちゃいますよね。なんかそういう人になりたい。本当ですね。ですって、そんな人になりますか、マスター？はい。どうでしたか？有名なひまわりの絵とかけまして、風邪をひいた時と解きます。その心は？わかった。ゴッホゴッホゴッホ。あ、言われた。あの、分かりやすいっていいと思う。うん、ありがとうございます。芸術って分かりやすい方が受け入れやすいから、はい、そうですね、はい、今までで一番好き。そうですね、はい、芸術爆発だ爆発だ。滋賀経済の、はい、次回もどうぞお楽しみに。